皆さん、こんにちは。こんにちは。土曜の勝負は、はい、あなたが主役。した感じがしました。第3土曜日、はい、今月もやってまいりました。はい、MC 務めさせていただいてます、川越の歌姫自称原真由美と夏の競馬はあまり好調ではありません、はい、ゴッドギャンブラー小西でございます。50分間どうぞよろしくお願いいたします。はい、いや暑いね、はい、あっという間ですね。やっぱり1ヶ月、うん、あっという間、はい、でも今日暑かったですね。ちょうどころじゃないです、ずっと暑い、ずっと暑い、はい、ね、もうあのスタジオまでこう歩いてくるときにもう汗だくになってまして、はいはいはい、もうメイクも崩れるわ、はい、うん、まあ、汗臭くなるわで、はい、とても大変な一日でございますが、まだ午後の12時でございます、はい、なんか舌噛んでますけどさっきから、はい、すいません、はい、いや、あのところでほら、あの前回前々回からね、はいはい、いろいろお話を伺っている娘ちゃんといいますかね、はい、ワンちゃんの方はいかがなんですか、もうすぐで。あれからね、そんなには変わらないんですけども、はい、まあ、相変わらず、はい、あの自分では、これなんです、はいはい、私 の, あのワンコなんですけど、はい、もう自分ではね、はい、もう起き上がれないですね、こう、こう押すとコロンと横になっちゃう、はい、だけどあの犬っていうのは基本姿勢がうつ伏せなんで、うつ伏せが一番落ち着くんですよ、はいはい、だからあのなるあの前足をこう揃えてあげて、はい、それから後ろに隠れてる後ろ足を出してあげて、こう整えてあげて倒れないようにしてあげて、こううつ伏せに、はい、こういうワンちゃんっていうのは人間見て3食食べるの？今2食、うん、前はほらガッツクって言ってたでしょ、うん、最近ねちょっとねガッツキはなくなっちゃったんですよ。食べはするんですけど、はい、こうやって見るとね一瞬プイってやる、だけどじっとこう待ってると徐々に食べる、ね、まあ相変わらず私が出かけてる時は母にねちょっと見てもらってるんですけども、この間ねお出かけの最中にちょっと用事があって母に電話したら、はい、あの電話口でね鳴き声が聞こえるんですよ、はい、くん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 、はい、もうそしたらね帰れないのに泣、まあ、き声聞いちゃって、もうその後仕事がねやっぱり手につかない、もう後ろ髪引かれちゃって、もう手につかないんで、もうねあの出かける時は電話をしないことにしてます。もう聞いてもしょうがない、泣き声聞いちゃってもしょうがないんで帰れないんだから、うん、大変ですね。ペットを飼うと責任もありますよね。どこも出かけられなくなっちゃいますよね。出かけられないですよ。まあお母さんがね面倒見てらっしゃるからまだ出かけられるんですけど、まあ、でも連日のね面倒はちょっと無理なんで、まあ、仕事も、はい、あの一日おきじゃないとやっぱりちょっとできないように、ちょっとまあ仕事にも随分と、はい、あの制限かかっちゃってるんですけどね、はい、まあでもねお盆、まあ、人間で言うとお盆を過ぎてしまえば、はい、一番厳しい時ですからね、はい、まあ年内も頑張っていきたいなと。そうですね、だからこんな仕事が思うようにいかないこの苛立ちがあるんですけども、はい、かといってね、亡くなるのを待ってるわけじゃなくて、一日でも長く一緒にね、はい、やっぱり痛いし、まあ、そんなジレンマも抱えながらね、はいはい、まあ、毎日過ごしてる状態ですけども、はい、まあね、まあ元気で、まあ、ワンちゃんといえども命がありますから、ね、家族ですからね。まあそういうことでね、はい、もう出かけるときはこうやってね目を訴えて、はい、うん、どこ行くのっていう感じで訴えてるんですよね。ちゃんとどこ行ってください。はい、ところでですね、はい、原さんこういうの知ってます？あれ、これあの身体障害者とか、そうそうそう、なんか調子が悪い人が、はい、優先的に電車とか乗れる、はい、ヘルプマークっていうんですけど、はい、これもう何年も前からあるんですよ、はい、でやっと最近ある程度認知をされて、はい、東京しかなかったですね、はい、私はね、はい、で、まあ西の方、僕西の方よく帰ったりするので、はい、みんなこのマークを知らない。で、今でこそ少しずつ関西方面とか九州方面でも少しずつ認知をされてるんですね、はい、僕はもう数年前から使ってないんです、はい、で、まあ JR なんかでも普通の施設の沿線でもですね、必ず優先席っていうのがあるんです、はいはい、そこにはこのこれもですね。でなんでこの話を今日出したかというと、はい、今日久しぶりにですね席譲ってもらったんです。あ、これつけてて、うん、でね、もう特に若い男性が多いんですけど、うん、座ってんですよ平気でね。僕ぐらい若い時さ座れなかったですよ、うん、やはりねそういうマークのあるシートっていうのはやっぱり
お腹が大きい、ね、女性なんかもいらっしゃいますし、基本的に座らない、ね、ガラガラで空いてる時には、まあね、どこ座ってもいいんでしょうけど、まあそういう方がいない時にはやっぱり座ってもすぐ映ってましたからね。最近のね、最近って昔から最近の若いやつだっていうのは大体年寄りが言うんですけど、まあ全然違いますよね、やっぱりね。で、小西さんはなんでその、僕は脊柱管狭窄症で長く立ってらんないですよ。あ、そうですか、うん、だから電車の中でずっと立ってると、今日もね、もう辛くって、うん、ちょっと、ま、ドアのところでしゃがみ込んでたんですよ。あらららら、そうすると後ろからトントンってやられてですね、うん、あと今右目がほとんど見えないんで、もうつり革だってスッといかないですね、距離感がわからないんで。で、何かこう受け与えするときは例えばこういうものですね、僕片手でもらわないですね、もうやっぱり両手で添えてもらいます、ね、それだけ不自由で、それでいろいろネットで調べたんですよ。で、今まあ、各地で運動が少しずつ起こってるんですけども、本来なら新商社の、資格をもらえてもおかしくないぐらい不便なんです、片目が見えないっていうのは。ところがですね、片目が見えないと新商社の資格がない、うん、でやっぱりそういう方たちがこう集まって署名活動なんかしてるんです。で、厚生労働省とかですね、あの辺にこうし、なんていうんですかね、まあ、署名を集めたやつを持っていこうとはしてるんですけど、本当にね、片目が見えないっていうことはですね、本当に不便で、まあ高齢者になると片目が見えなくてももう一歩の目で見えるんですが、結構皆さん白内障にもかかってるんで、ね、そうですね、ええ、で、まあ前もね、僕手術した時に、普通の人は眼帯をして、はい、手術した方眼帯をしてもう片方で見て帰れるんですけど、僕の場合眼帯してしまうとですね、もう全然見えないから、透明の眼帯をわざわざやってもらって、はい、ええ、で少しね、タクシー乗り場までタクシーで帰ったんですけど、まあそのくらい不便ですよね。まあ、なるべくね、これも浸透していただいて、そうそう、若者たちもね、まあ、皆さん本当に大変なので、うん、できればね、席を譲って、そう、ね、こういうヘルプマークですね、つけてる人が見たら、まあ、席を譲ったりとかですね、援助してあげればいいのかなと思ってますね。本当に平気でね、妊婦がいるのにもう座って眠りこけて、本当に眠ってるかどうか分からないですよ、はい、もうそういうやつが多すぎる。そうですね、うん、そこでね、ちょっと今日、でも今日は気持ちよかったですね、そうやって席譲ってもらえるっていう、まあまあまあ、はい、二駅だったんですけどね、代わりにお礼を言って、うん、今の若者もあれですね、いい人がいます、ね、その方は中年の方、中年の方ですか、うんうん、若いやつは横で寝てる、いやそうかまあまあしょうがないですよ、私なんかは行くと譲ってもらえるんです。え、なんで優先席です。なんで、なんで譲るんですダメなのかな。ダメに決まってんの今度健康体の人がねうん、二日酔いでもダメ。ダメです。ダメ、あ、そうかそうか。そんなこと言ってると曲が売れなくなっちゃいますよ、はい、わかりました、はい。そんなことでですね、はい、今回も、はい、視聴者の方からね、はい、たくさんの、ね、はい、声をいただいております、はい、順番に、そうですね、ツイッターの方では、ね、なかなかできないっていう方もね、はい、私の方にコメントをいただいておりますので、はい、紹介させていただきたいと思います。はい、はい、まずはメーテルピンクさん、はい、こんばんは。中野名曲さんの名曲堂さんのライブは本当に楽しかったですね。三味線弾き語り後のハーでスタートせず、あれは逆に良かったです。バク仕込みですか。しかも壊れていたんですね。最後の演奏成仏できましたね。小西さんはまともに行きませんとか言ってましたね、ははは。ジュリーの時の過ぎゆくままにいいね、フルで聴きたかったですっていうことで終わりかな。続きがあるのかな。ぜひ生でね、続きですね、はい、小道具探し、けん玉系はやめましょう、ね、なんか小道具を使ってなこでやりましょうって言ったけど、はい、けん玉はちょっとやめましょうということでね、まゆみさんとかカラオケをすると点数は減点されることがありすね。それからゴミの分別のお話は感心して聞きましたよ、はい、大変面白く視聴できましたということです。ありがとうございます。最後まで聞いていただいてるんです ね、やっぱり見ていただいて役に立つ番組だなねみんな役に立ってくださってるということでありがたいことです、はい、それではもう、次の方、はい、もちけいさん、まゆみさんおはようございます。 YouTube 見させていただきました。
私のブログのコメントを読んでいただき嬉しいやらびっくりやらで、これからまだまだ猛暑が続きます。くれぐれもお体に気をつけて水分補給忘れないよう仕事頑張ってくださいね。今日も何だろう、良い一日になりますようにっていうことでしょうかね。はい、ありがとうございます、はい、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。はい、一言ミキさん、はい、こんばんは。わー素敵ですね、感動しましたということで、名曲堂さんがね、多分イベントを見てくださった、はい、感想だと思いますけどもね、ありがたいですね。こうやって一言でもこうやっていただくと励みになります、はい、ありがとうございます。はい、恒例のごままさん、はい、こんばんは。まゆみちゃん、今日は中野名曲堂さん、そして鳥越アズーリと2つの番組を一度に見させていただきました、はい、中野名曲堂さんの方も時間を詰めているため歌をカットされていますし、鳥越アズーリさんも本来なら50分の番組のところ30分に修正をされているので全てを見てはいませんが、来月は先日みたいなことのないようしっかりと目覚ましをセットしておくつもりです。生放送ね、見忘れちゃったそうなんですけどね、はいどはい、今見てますか、生放送やってますけどもまた寝てませんか。はい、続きどうぞ、はい、中野名曲堂さんの方は初めて拝見しましたが、2時間ぐらいお一人で歌って踊ってお客様も楽しそうでしたね。やはりプロになるとあのように場を持たせてお客様を楽しませているんですね。素晴らしいですね。本当にどちらもお疲れ様でございました。関東地方も梅雨明けしたので、これから夏本番の猛暑続きになると思いますが、体調など崩すことありませんようにお気をつけて頑張って乗り越えましょうね。まゆみちゃん頑張ってくださいね、応援していますということで、ただいま猛暑真っ只中でございます頑張っております、ありがとうございます。はやとさん、まゆみさんこんばんは。バンド演奏動画の編集が先ほど終わってほっとしています。YouTube 視聴させていただきました。コメントを読んでいただき嬉しかったです、ありがとうございます。小西さんのコメントに罰がついているというあのツッコミも面白かったです、はい、はい。というか小西さんウィッグだったのですね。そうでございます。写真を見てびっくりしました、はい、あの金髪は疑いもなく地毛だと思っていましたあのウィッグとても似合ってますよね。三味線は残念でしたね。割れてしまうとさすがに修理は無理なのですね。自分のペースに置き換えて考えると本当につらいです。あ、自分のベースね、ベースに置き換えて考えると本当つらいです、うん、でもまた新たな三味線との良い出会いがあればいいですね、ということです。ありがとうございます。ゆうさん、まゆみさんこんにちは。ゴッドギャンブラー小西の土曜の正午は30分スペシャル版拝聴しました。真っ先にコメントを読んでいただきありがとうございました。今回も小西さんとの掛け合いが面白かったです。三味線が壊れて小西さん腕に合わせて買った方がいいっすよ。まゆみさんまあそんなもんですよね、大体ね、で爆 笑、 はい、はい、まゆみさんのブログ紹介の中の写真について、まゆみさんかわいいでしょ、小西さんどれがのやり取りも面白かったです。出だしでの音外しを予防するために舌を歯茎につけるというのは同感です。来月はビブラートですね、また楽しみです、ということでございます。後ほどビブラートですね、ビブラートやらせていただきます、はい、以上かな、はい、以上です。はい、今回もたくさんのコメントいただきましてありがとうございました。ね、カツラだったということでびっくりしてました、はい、今日カツラ忘れちゃったんですよね。忘れてます、まあ、全て忘れてます、忘れてます、はい、でもこの姿も男っぽくて、ああ、私は好きですけど、はい、まあ、夏ですから ね、 ね、もうしょうがない、もう頭も沸騰してますからね湯気出てそうな感じですね、出がけに本当にバタバタしましてですね、まだまだ時間があるかなと思いながら、はい、準備するんですけど、あ、気がついた、あらと思いながらですね、はいはい、で全部忘れてきました、忘れてきました。いいです、今日も素敵です、ああ、はい、まあまあ、皆さん、あれは地毛ではございませんのでね、はいはい、僕何種類もまた買おうかなと思ってます、ね、いろんな色がありますよね、そう、そう、今度はね、オレンジとかグリーンとかね、あ、いいじゃないですか、ね、うん、小西さん似合ってます、多分思ってます、はい、まあ8月はですね、はい、暑いんでなかなかお仕事の方も、はい、ね、セーブされていると言いますかね、はい、まあ、犬のこともありますし ね、 ね、はい、9月からまた頑張っていただければと思います、はいはい、で私の方もですね、ちょっと競馬の方をちょっとやらせていただければ、はい、手短に行きますので、はい、
まず結果からですか。いえ、あ、結果からだな。結果から、はい、はい、外れでございます。あら、残念。これね、うん、本当に人気馬が総崩れになりましてですね、はい、まあそれでも生まれは取れるはずだったんですけども、5を蹴っちゃったんでね、うん、それでも3790円でしょ。3連単が12万4千ついてるわけですから、うん、まあまあ荒れましたね。で、僕は戸崎、まあ川田から行ったんですけど、川田が変な乗り方しちゃったんでね、14着ですよ。15頭立ての14着ですよ。で、僕15着の馬も買ってるわけですから、ねえ、ビリッケストブービーの馬は当たってますからね、うん、逆転すればね、馬が当たってんですよね、うん、っていう言い訳をしながらですね、明日のレースは面白いですよ。札幌記念、はい、これはもう見ていただくと、競馬やってらっしゃる方は見ると分かるんですけども、はい、もうトップジョッキーばっかりなんです。あ、そうなんですか、はい、はい、で、ここにはね、 G1 を勝った馬が3頭出てまして、うん、結構この時期としては豪華なメンバーなんですよ、うん、馬がメンバー豪華なんですか、うん、そうです。あ、まあ、もうほとんど強い馬ばっかり。で、あと 2,3 頭買いたかったんですけど、とりあえずも5頭に絞ってですね、はい、で、ある意味こう実績とですね、騎手、はい、で、いつも言ってるように社内グループ、うん、社内の馬がこうね、何頭か出てますから、はい、やっぱり社内お金があるので、いい血統馬を買ってますからね、うん、で、社内グループの中には会社名が違ったね、うんうん、生産あれがありますので、はい、大体こういうまあまあ G2 と G1 の下なんですけども、うん、これだけのメンバーが集まるレースっていうのはやっぱり社内本気できますからね。で、今回はですね、ジャックドールという武豊君が乗る馬、そろそろ武さんがこの辺で勝ってもいいのかなと、はい、今ほら月2回しか番組やってないじゃないですか、はいはい、だからね、なかなかこうタイムリーな結果が出てこないんですけども、うん、まあまあ当たりながら当てながらマイナスを食ってるっていう状況でございますね。武豊さんってもういくつぐらいなんですか。もう50過ぎてるんじゃないですか。そうですね、現役でやられてて、それでもね、うん、今は川田っていうのが、はい、トップジョッキーのナンバーワンじゃないですかね。そうですか。で、あと一番上でルメール、うん、日本競馬界でこう免許を取って、うん、もう数年前から来てるんですけども、で、今回モレーラという、まあ、やっぱりトップジョッキーがの短期間中央競馬に来ますから、はい、本当にね、今まで誰が乗っても来なかったような馬を持ってくるんですよ、こう、うん、外国のトップジョッキーっていうのは。その代わり、まあ次のレースに例えばダノンベルーが下手したら次のレースへこたれてますね、うん、そのくらい追い方が違うんですよ、モレイラ向こうのトップジョッキーはね。で、日本人っていうのは中央競馬の学校を出て、それから騎手になっていくんですけど、綺麗なんですよ、乗り方が、うん、で、ルメールなんかまだまだこうね、日本で慣れて綺麗な乗り方するんですけど、基本的にはもう少々狭いとこでもですね、こう入ってきますからね、外人はね、勝負に徹してますから、少しでも間が空けばパッと来ますよね。で、馬はもうめっためった追います。地方から来た騎士もそうなんですよ。大井競馬とかああいったところのトップジョッキーが中央競馬界に入ってくると、やはりものすごく成績良くなるんですけども、やっぱりね、馬のね、無知の使い方が違う。うん、そのくらい違うので、まあちょっと荒っぽいんですけど、うん、でもやっぱりね、勝たないと勝負はねダメなんで、今回はね、武から行って、まあそんなにつくとは思えない。これも全部多分人気馬ですよ。あ、そうですか、うん、3連単でついてもまあ2万いかないかもしれないですよね、うん、まあでもお堅くって感じですか。うん、まあまあ馬が馬なんで固めになるんですよ、うん、みんな知ってますから買う方はね、うん、できるだけ点数を買わないように、うん、だから鳥紙になっちゃうんでね。だから一応ね、ボックスで僕は周りに10点買いますけど、ジャックドールからはこう別に流しますから4点に、うん、ちょっと厚めにね。そんな感じで、まああくまでいつも言ってるように競馬にロマンなんかありませんからね。こんなもんはもうバクチギャンブルですから、あまりたくさん買わないよ。じゃあまたお孫さんと一緒に、そう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 、あれですね、応援するわけですね。そうです、そうです、はい、皆さん参考になりましたでしょうか。まあ遊びで買ってください、はい、あくまでギャンブルで博打ですよ、うん、
もう首吊った人がいっぱいいますから ね、そこまでね、はい、しないで、はい、テレビの小西さんなんかちょうどいいですよね、あの本当にあの遊びでやってて、そうそうそう、うん、でもね、うん、やっぱりねスケベ根性を出して他のレースまで手出しじゃないですか、はいはい、全部当たらないわけですよ、うん、そうするとトータルすると選手プラス100円ですよ、うん、もう嫌になっちゃいましたね。お孫さんもやっぱ競馬好きになっちゃう？いやもうね、うん、分かる分かるというか馬のテレビは見たくないとか言ってますよ。ああよかったね見なくて、はい、まあまあそんな感じでございますね、はいはい、じゃあ当たるも発見、はい、当たらぬも発見ということでね、はいそうです、明日のレース、はい、ぜひご参考にしてください。競馬にロマンはございません、はいはい、ということでございます、はいはい、それではですね、はい、まあ、後半戦に入る前にですね、原さんのですね、そう、ね、これはですね、はい、しばらくぶりっていうにドレスを、はい、着させていただいて、実はライブハウスで、はい、出演させていただいた、はい、普段は、まあ、着物を着て、やるんですが、今回はちょっとね暑いということと、はい、それからライブハウスということでお客さんも若干若いということで、はい、ドレスを着たんですけども、はい、じゃあねドレスを着てどんな歌を普段ね、はい、ド変化ばっかり歌ってるんでどんな歌を歌ったらいいかなということでね小西さんに、はい、ちょっと相談したところ、はい、小西さんがねこの歌がいいんじゃないの、はい、ということで、ご教授いただきました、はい、曲を何でも歌えると今自慢してるんですから、ね、そう、ね、そんなことないけどね、教えていただいて、はい、早速挑戦してみました、はい、曲でございます。ちょっと聴いてみていただきたいと思います、はい、じゃどうぞ。出てますね。そうですか、はい、ドレス姿どうでしたか、はい、小西さんはドレスの方が好きって言ってましたけどね、はい、これはウイスキーがお好きでしょという曲をね小西さんにちょっとチョイスしてもらって、はい、挑戦してみましたけどいかがでしたでしょうか。こういう曲もねやっぱ増やしていった方がいいと思いますね、うん、そうですか、ね、はい、やはり若い人にもね聴いていただきたいなと、うん、はい、基本的にやっぱほら知らない演歌ってわからないもんね、うん、そうですよ ね演歌がダメって言ってるわけじゃないですよ、うん、やっぱりあそこのね、ライブハウスの雰囲気で、うんうん、やっぱド演歌はちょっと合わない合わないですね、うん、それこそけん玉しながらやるし本当やっぱりね多少、はい、またライブハウスのね、はい、お仕事もちょっといただいているので、はい、いいですね、はい、またちょっといろいろとご教授いただいて、はい、いろいろ増えていけばいいですよね、うん、そう少し、レパートリーをね、はい、増やしていきたいなと思ってますのでまたよろしくお願いします、はい、ところで三味線はどうなったの。まだ買ってないの。あら誰か買っていくらすんの。ああいうのってね、新品で買うと、まあ、大体30万ってよく一口に言いますよね、はいはい、だからね三味線の先生が中古でもいいんじゃないのって、うんうんうん、言ってるんですよ、はい、まあ、中古ですと、まあ、ピンからキリまでありますけど、まあ、10万以下で、はい、まあ、買えるのを探してはいるんですけども、はい、だから、まあ、ちょっとここのところちょっと、まあ、三味線使って歌ってって言ってるところもあるんですけど、はい、壊れちゃったって言って、うん、ちょっと今ダメなのよなんて言って断ってはいるんですけど、ね、そんなに音が違うんですか。っていうかもう値段によって、あ、そうみたいですよ。私なんかはもう分かんないですけど、うん、聞いてる方も分かんないんじゃない、うん、私の場合はほらパフォーマンスだから、本当の触りをやるだけだからね、はいはい、安くてもいいんですけども、はい、ネットなんかで探したらどうなの、うん、この間のは実はネットで買ったんですよ。でほら分からないで実際来てみないと、はいはいはい、やっぱり実物はちゃんと見て、はい、買った方が。あれいくらだったんですか。あれがね7万くらい。それでもそれなさ、うん、7万くらい買ったの。5000円くらいじゃないのかね。7万くらい買ったの。5000円。そうだからね、もう そもそもあの時買った時点でもかなり古い、年季の入った三味線だったんですね。先生もこれすずいぶん古いねとは言ってたんですけど、はいはい、こんな風になっちゃったって先生に見せたら、あ、もうこれダメねって、使えないね、新しいの買うしかないねって、まあ、言われましたね。諦めましたけど。楽器はね、うん、本当にピンからキリまであるでしょうしね。そう
だからなんか他にね小道具使おうって言ったじゃないですか、はいはいはい、もうちょっと安い小道具なんか2人で考えて、そう、うん、なんか使った方がやっぱりいいですよね。そうですか、ね、見れるもん、ショーとして見れるじゃないですか、うん、そうなんですよね。そう、ただだって歌ってもらったってね、うん、知らない曲だしね。そう、まあね、歌の上手い人はいっぱいいるので、いるいる、何かねこう それに特徴をつけて見てもらうっていう、はい、ことも考えてますので、はい、またもう本当小西さんはアイデアマン、えすごいアイデアマンだと思います。体が大型でしょ。そう、はい、ヤギ座。え、うん、なんでわかんの。あ、書いてあるじゃないここに書いてあるじゃないですか、はい、そうなんです、ね、なのでね、もう本当に小西さんにはいろいろと、はい、ね、アドバイスをいただいて、はい、まあまあね、うん、せっかく一緒にやってますからね、はい、少しでもね、はい、売れない歌手からバッと抜け出してほしいですよ、ね、一つね、ちょっと頭飛び出てなんかね、そう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 、あ、原真由美って面白いことやってんなっていうのが、はい、ちょっとこう皆さんの、はい、ところに浸透できれば、はい、呼んでもらえればいいですよね。そう、儲けもんなんですよね。まあそうやってね、はい、浸透していって、はい、ファンが100名200名とねすぐ集まるぐらいになればね、はい、皆さんね、ネットで中野名曲堂のやつを流してますので、うん、はい、ゴッドギャンブラー小西とかですね、こちらのブログで見ていただければ、はい、YouTube に ね、はい、今掲載、はい、小西さんが掲載してくださってます、はい、ライブの模様ね、本当に面白いですよこれ ね、はい、ね、ぜひ皆さんにね、一人でも多くの皆さんに、はい、見ていただけたらすごくありがたいです、はい、あれですね、そうですね、今出してもらってもいい、うん、はい、これなんです。ちょっとまあこうずっと出して、はい、あそこにちょうど中野、はい、真ん中ですね、うん、キャンペーンの様子、はい、16分24秒に編集してくださってますね、はい、はい、これ面白いですよ本当に。もうね、三味線が壊れた中で歌ってますからね。そう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 、もうチューニングボロボロでも歌ってましたからね。これはもうね、三味線最後の、はい、演奏でしたね、はい、あとセンスね、うん、センスを持って歌ってるのもいいですよ、はい、うん、何って言ってましたっけ、大道芸能って言ってましたっけ、そうそうそう、ね、そんなこと言ってましたよね。まああれはお笑いの世界でも通用するぐらい面白かったです、ね、ありがとうございますそんなこと言ってくださると皆さん興味持っていただけるんじゃないかと思います、はい、よろしくお願いします。それではですね、はい、次に続いてですね、はい、まあ、原真由美さんのですね、歌唱ワンポイントレッスンといいますかね、はい、今日はですね、うん、先週ちょっとね言い忘れたんですけども、ビブラート、はい、小西さんが今日編集で、はい、タイトルを作っていただいている画像がございますので、はい、ちょっとタイトルを出していただけますかね。ちょっとお待ちください、はい、ちょっとお待ちくださいということでですね、はい、ね、小西さんもこう、はい、一つの番組をやるごとにですね、はい、いろんな編集したり、はい、それから、大変ですよね。まあね、うん、でも月2回になったんで非常に楽になります、うん、そうですよね、はい、今回もこうやって、私の画像に貼り付けてくださいました、はい、どうぞ、テロップ、はい、お願いいたします。これですね、これは綺麗、原真由美の歌唱ワンポイントレッスンですかね、はい、今回は、はい、ビブラート編、はい、ちなみにこれどこなんですか。これどこだったかしら、舞台の袖、出番前の袖で自撮りしてるやつですよね。 なんかまたいつも修正してるのとかって例のごとく、いやいやいや、うん、言ってますけどね、光の加減、そうちょうど ね、 そう、ね、こういう自撮りをするときは、はい、照明をよく見ます、はい、でやっぱりこう光がこう自分に直接かかってるところまで移動して、うん、それでこう撮ります。なるほどなるほど、はい、なのでね、はい、意外と悪いところは消えてるんじゃないかと思いますけど、まあまあね、うん、いいんじゃないですかね、はい、今日はビブラートですか。はい、ビブラート編ということで、はい、ビブラートってそもそもはい、どういうんだか分かりますか。できてるじゃないですか、それで。いや、歌の中でできるかどうかじゃなくて、あ、だから、うん、自然とビブラートがかかってる人もいるんです、うん、細かいビブラートがね、うん、それとか演歌の方はやっぱりビブラートの幅が大きいじゃないですか。そう、大きいんですよね、一つ、はい、うん、どうやって最初は練習するんですか。私はね、練習でビブラートってしたのはないんですけども、今生徒さんにビブラートを教えてるのは、はい、まず音をね、上げ下げ、あー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 、同じ音ですよね、はいはい、全部山のように、はいはい、それをこうずっと続けてやってってねって
あって、それが短く、間隔が短くなっていくと、がビブラートになるではないかということで、そうやって言ってもやっぱりね、なかなか難しい。よくね、首をって首をこうやりながら、あの練習してる人もいますけどね。はい、要はあれでしょ、喉を揺らす、横隔膜を揺らす。そうですね、はい、そう、そうですね、はい。基本的にね、僕らは例えば人の曲を、まあ、カラオケで歌うじゃないですか。そうすると元歌の歌詞がいるわけだから、ここはこういうふうに歌ってるとか、うん、聞いて歌うでしょ、うん、で原さんたちの場合は譜面をもらって自分の曲を歌うときには、うん、どこにビブラートをかけようとか、うん、そういうの考えてこう考えないです。考えないの？考えないです。もうあの気分、気分、うん、そうすると歌うごとに変わるわけじゃないですか。そう、変わっちゃう、変わっちゃう、変わっちゃう。あのね、ビブラート、まあ、例えばあの伸ばす、一番最後に伸ばすところが、あの4拍子と8拍子とありますよね。4拍子って1、2、3、4って短いから、まあ、ビブラートかけたりとかかけなかったりとか、はい、まあ、その雰囲気によって、はい、あのあるんですけど、はい、8拍子って長いじゃないですか、はい。これはね、だいたい最初の4拍子はビブラートをかけない、はあ、かけない。で、最後の、まあ、4拍子だけども最後の1拍子で息をするんで、はい、さ、あの厳密には3拍子になるんですけど、その最後の3拍子でビブラートをかけていく、うん、言ってることが分かるような分からない。要はあれでしょ、うん、あのロングトーンのところをバーって伸ばして最後にピアノを。そうです、そうです、そうです。例えばだから自分の歌で恋の亡骸なんかは、はい、ある、うん、と最後ね、はい、どんな歌だっけ、忘れた、うん、なんだっけな、誰か言って、歌って、なんだっけ、恋の亡骸、うん、これ見ましょうよこれ、うん、ちょっと歌詞を分かんなくなっちゃった、はい、自分で本人が忘れたんだったらね、他人は全然覚えないですよ。そうそうそう。ね、はい、一番最後はね、はいはい、なんであんなに惚れたのよと伸ばしていくわけですよ、はいはい。これが8拍子あるんです。はい、惚れたのよが8拍子あるんで、最初の4拍子はまっすぐで、最後にビブラート入れるので、惚れたのよといきます。なるほど、はい、だいたい8拍子ある、あのロングトーンがあるときは最初の4拍子はまっすぐで、次の 3拍子ね、息があるので、4拍子の中の1拍子は息があるので3拍子でビブラートをかけていく、うん、で、そうですか、あのやりますってこう考えてやってるわけじゃないんですけど、はいはい、今度ビブラートですよって、はい、あの小西さんがね、はい、あの今回ビブラートですよって、はい、ビブラートのことをやりますよって言ったときに、自分はどうやってビブラートをかけてるか改めて考えてみたんです、そしたら、あ、こうやってやってるなっていうことが自分で、あの分かった、はあ、うん、分かったっていうことで、あの最初からあのそういうふうにビブラートをかけて歌おうって意識してたわけじゃないですね、はあ、はい、だいたいロングトーンの後にかける、そう、うん、ロングトーンの後にかける、短いところはかからないですよね、はあ、やっぱり、はい、だから一番やっぱり最後のところと、それから歌と歌の間のサビの前が結構ロングトーンになるところが多いと思うんで、はいはい、だいたい書けるところはその辺ぐらいじゃないかと。ちょっと演歌じゃないのはどうなんでしょうかね。やっぱりこうロングトーン伸ばして、うんうん、なんかうまくこう処理してますよみんな、あ、そのままロングトーンでやってるのか、うん、フォーク歌詞はもうあの基本的にビブラートあんまり書けないですよ、うん、だから演歌の人がフォークソングとか歌うと変に聞こえる。ああ、ビブラートかかっちゃう。あとは拳ですよ。うん、変な歌い方するから合わない。美空ひばりでもそうですよ。そうですね。歌ってる曲によってやっぱ、ああ、おかしいな、うん、合わないなと思いますよね、うん。だからポップス歌ってる人がやっぱり演歌歌うと難しいんですよね。うんうん、やっぱね、歌手でも演歌歌手でも私やっぱすごいな。うまいなって思うのは島津亜矢さん、 あの方はね、ほんとド演歌なんですけど、はいはい、まあ、ド演歌はもう拳コロコロでビブラート使ってうわって歌う、はいはい、でポップスも歌うんですよ、うん、またポップスは今度はあの誰が歌われてるか分かんないぐらい馴染んで歌ってます、うん、だからね、 NHK でよく出てますからね、はい、
いろんな歌を歌ってますけど、地元の評判はあんまり良くないんですよ。あ、そうなんですか。うん、あの本当に人吉あたりでもかなり応援してた人たちがいるんですけど、はい、災害に遭った時にね、なんかもう今まで散々応援してたのにカップ麺とかそんなぐらいしか送ってこないしね。え、あの人吉の人なんですか。いや、熊本。あ、そうなんですか。はい、だからね、もう二度と応援しないっていう人もね、聞きますね。あら、はい、事実でございますよ、嘘言ってませんよ。はい、まあ実際にね、あの 評判がいいのと、そうそう、あの歌がうまい、それはね、本人が悪いとは思えない。やっぱりそれだけ売れてる歌手っていうのはマネージャーがいたり、いろんなバックの人がいるんで、その人たちがあまりにもこう気を使わなさすぎるっていうのはありますよ。なるほどね。だからもう歌手が変に思われちゃうもんね。なるほどね。その辺難しいんですよ。やっぱりこう公になってくるじゃないですか、売れてくるとね、変な活動で行動はできなくなりますよね。まあ、それだけ大変なんですよ、売れてくるとね。今は 何したっていいのかもしれない今はね、うん、何してっていいって、私のことでしょいやいや、原さんはでもやっぱもう、活躍されてますよ。いや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 、とんでもないですよ。ファンの数とかそんなじゃなくて、うん、内容。あ、内容、うん、ああこうやって頑張ろうってるんだなとか思いますもんね。あ、そうですか、うん、内容っていうのは、あ、それこそ小道具使ったりとか、いろんな歌に挑戦したりとか、はい、やっぱりなかなかできないですよ、それ。うん、もう自分のこう確立したあれがあるんで、うん、こんな歌歌いたくないとかね、うん、まあ、花からもできないとかね。あ、でもやっぱり演歌以外の歌に挑戦するようになったのはコニーさんと出会ってからですよ。いや、でももともとがポップスだったでしょ。あ、そうですね、うんうん、宇多田ヒカルをね、面倒見てたわけでしょ。そうね、ちっちゃいと学生の時ね、うん、そう、その時は自分はへそ出しルックで、ああ、なるほど、うん、まだおへそ出せたんですけどね。もうちょっと売れたら宇多田ヒカルのとこ行きましょう私面倒見てたんだよ、そうそうそう、つって、うん、そうですね、はい、まあいろいろね、うん、あの長い年月が経ちましたから、はい、まだまだこれからという気持ちで頑張っていただければと思ってますね。ビブラート、そんぐらいでよろしいでしょうか。いえいえ、もうちょっとね、あの、うん、普通今教えてらっしゃる生徒さんっていうのは高齢の方が多いじゃないですか、はいはい、でやっぱりそういう方たちにこう4拍子だ8拍子だとか言ったって分かんないじゃないですか、うん、もうね、それは無理、ね、あの4拍子まっすぐして、はい、次にビブラートって言ってもやっぱ無理なので、はい、最初ねやっぱビブラートの使い方をまずはやってます。あ、そのあーあーあーこれ、あー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 、これが短くなったのがビブラートですよっていうふうには言ってますけど、はいはいはい、そうするとね、高齢者の方はこう首がこう動くんです。あー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 って首が動くんです。でも最初はそれでいいんじゃないかと思いますけどね。でやっぱりその人それぞれの得意な歌って言いますかね、うん、はい、いつも歌があるわけでしょ、はい、でその歌に対してのビブラートを教えるんでしょ、うん、この A さんがいたら A さんが誰かの歌を歌ってると、うん、あのね、うちのか、課題曲があるのか。そう、課題曲があるんです、はい、うん、課題曲があってみんな同じ曲を習うんで、あ、なるほど、はい、あ、ちょっと楽なんです。その人その人じゃなくって、その歌はここのところがビブラートですよっていう形でやるので、はい、楽なんです、はい、ビブラートめちゃくちゃ強調する歌とかあるんですか。なんか、あ、今習ってる歌ではそうはないですよね。やっぱりじゃあこう昔の人でやっぱり美空ひばりさんとか、はいはい、それから男の人では前川清さんね、あー、うーうーうーってすごいじゃないですか。あれビブラートって言うんですかね、あれね。うなりのような気もするけどね、うん、すごく特徴のある、はいはい、うん、まあ真似てね、はい、よくやってる方もいますけども、最近の歌でそのビブラートをその頑張って練習しなきゃいけないよっていう歌はそんなにはない。この恋の亡骸ぐらいでしょうかね、はいはい、こういうほら原さんの曲ってプロの作曲家の先生が作ったわけじゃないですか、はいはい、で最初にこうね、これ歌ってくださいと、うん、歌いますとなった時にそういうビブラートのレッスンとかするんですか。ここはやってくれとか。しなかったです。しないんですか、それ、うん、最初ね、これさっき言った惚れたのよが8拍子あるじゃないですか。一番最初にできた時はそこね、伸ばしてなかったんです、うん、なんであんなに惚れたので終わっちゃってたんです、うん、そういう歌だったんです。なるほど、うん、それがなんかこういろいろ試行錯誤していくうちに、はい、じゃあ惚れたのって切るんじゃなくって最後はバーって伸ばしていきましょうっていう風に変わっちゃったんですけどね、
はい、だから多分レコーディングしてる時は最初からビブラート使っちゃってると思います、はいはい、であの慣れてきてあの歌もやっぱり数をやっぱり歌ってくると、だんだん慣れてくるんで、慣れてきて声も少し出やすくなってきて初めて余裕が出てきて、はいはいはい、なんかこうそこで少しこう見せようかな聞かせようかなっていうんでできたのが4つ、はい、ビブラートしない次がビブラートかけるっていう風に歌が変わってきてる。だから CD だと歌い方がちょっと違う、うんうん、聞いてるとね、やっぱりビブラートってその曲をやっぱりその部分強調してるのかなと思いながら聞いたりもしてるんですけどね、うん、で僕は大体基本的に細かいビブラートが普通出ちゃうんです。あ、出ちゃうんだ、うん、それはもう何回も指摘されたことがある。あのね、ビブラートをかけると音が外しづらい。あ、うん、外しづらい。音まっすぐかけてるとなんか苦しいから下がっちゃうじゃないですか、どうしても音が。でビブラートかけてると外しづらいですよね、うん、なるほど、うん、そういうこともあるのね。そうだからまあね、ちょっとビブラートもあのいいことですよ。顔をこうやってる生徒さんは治るんですよ、うん、顔を動かさないでビブラートかけてくださいって言うと、うん、まだそこまで行ってないです。あ、そうです、うん、そう、まだこうやってやってます。こうやってやっぱ難しいんだね、素人の人にはね。うん、そう、ここでね、ここでこうあーってやるから、はいはい、あの顔でやるわけじゃないからね。そう、だけど、まあ、分かりやすくするためにこう顔でこうやって下げてるときは顔下げてはいるんでしょうけど、はい、はい、なるほど。そうだけどね、そんなにビブラートって強調してその歌に入れ込まなきゃいけないっていうことはないんじゃないかと思います。なるほど、なるほど、はい、了解いたしました、はい、一番最後だけですね、はい、入れるとすれば幸せの連なんかも最後だけです。なるほど、多分、まあ、やっぱりそこでね、うん、曲 の, あの雰囲気が強調されて、うん、はい、いいのかもしれないですね、はいはい、ということで、はい、ありがとうございました。来週はですね、来月ね、あ、来月か、うん、何すんの。抑揚にしましょう。抑揚、僕ほら転送なんかよくやってると、うん、抑揚が出ないの。はあ、結局強弱だと思うんですけど、よく普通の素人っていうのはやっぱり一本調子に聞こえるんです。うん、だからそこをね、抑揚をどういう意識しながら歌うのかと思ってるんですけどね。はい、でやっぱりね、100点数が高い人っていうのは、うん、強調するとこがものすごく張って歌ってるんですよ。うん、だから機械ですから、うん、その差を感じ取るんですよね。うん、で普通に歌ってる人っていうのは一本調子の人がほとんどだと思う。だからそこをね、うん、あの教えていただければと。はい、じゃあちょっと勉強してまいります。はい、抑揚、次回は抑揚ということです。よろしくお願いいたします。はいはい、あっという間ですね。まあまあ、はい、なんかスタッフの方からテロップが流れました、はい、あと10分ですということで、はい、10分も切れてしまいましたけども、じゃあじゃあ原さんの来月キンキンのね、キンキンの告知ですけども、はい、これがですね、8月23日、はい、今度の水曜日、はい、今度の水曜日ですね、多分。あ、そっか、そうです、はい、もう本当のキンキンなんですけどね、西国分寺駅前の国分寺泉ホールで浴衣祭りの、はい、歌謡祭やります。多分出演者の方浴衣着るのかなと思うんですけどね、はい、ここで何曲歌われるんですか。まあ、2曲、はい、自分のオリジナルの曲を披露、はいはいはい、させていただきますのでね、で私はちょっと浴衣じゃなくて夏の着物を着ようかなと思ってますけど、皆さん浴衣を2、4、6、いや10名、うん、11、12、あと一般の方も歌唱されます、うん、それは発表会なんですか。そうですね、発表会と歌謡祭と、午前中が発表会、はいはい、で午後に歌謡祭っていう感じで分かれてるんじゃないかと思いますので、私はね午後で、入場無料です、はい、お近くの方はぜひ、私ちょっと最後の方で、はい、もしかしたら夕方になってしまうと思うんでね、はい、ゆっくり来ていただいても間に合うと思いますので、はい、ぜひお見えになっていただきたい。知ってる人は原さんしかいません。それでいいですよ、はい、はい、こういう、ね、な感じでね、直近で、はい、やってます。また、はいね、9月からちょっとね、活動ちょっと増やしていこうかと思ってますけどね、はい、主催者の方でね、老犬を連れてってもいいよって、言っていただけるところがありましたらとても助かりますので、よろしくお願いいたします。あ、はい、それでは原さんのブログの方もちょっと紹介しましょう。はい、先ほど、あ、はい、これですね、だいたい3日に1回くらい更新してます。ちょっとね、だからね、かなり
遅くなってからこうあのこう公開することがあります。あの遅くなってからと言いますと、例えば今日のね、あの模様が1週間後になっちゃったりとか、はいはい、ちょっと3日おきなので、はい、あのちょっと忙しくなっちゃってますのでね、あのなってますけども、まあ、大体あの、はい、いろんな行事はこう公開しております。それで今日のね、あのアズーリの生放送 の、はい、あの告知もあのここでしております。ちょっとこうぐーっと上げていただけますか。スクロールしてもらえますか。上にスクロールしていただけますか。逆です。逆です。もっとですね。まだもっとです。もっとだって。ずっとスクロールしていってください。これはあの、うん、お盆休みのね、はい、あのお墓参りに行ったお話をあのさせていただいてますけど、もっと行ってください。ずっと行ってください。はい、アズーリの告知、これはワンちゃんもいますけどね、はい、ここでアズリの告知を、はい、しておりますのでね、はい、時間になったらここにこう、あ、ツイッターにコメントいただいておりますということで、今日も生放送見てくださってるんですね。ありがとうございます。あ、ビブラート、さとちゃんいつもありがとう。今日も生放送そのまま見てくださってるんですね。なんかあの静岡の方ね、はい、竜巻とかすごかったみたいなんですけど、心配してね、この間さとちゃんの方に連絡をしたら、はい、あの富士市の方はあの何の被害もないということで安心しましたけど、ビブラート勉強になりましたということで、はい、前川清さん一人で思い出し笑いしていますということでですね。なるほど、はい、ビブラートね、あのやってる人いましたよね。お互いのね、お知り合いでやってます。はい、このようにいただいてました。ありがとうございます。本当にね、清水とか、うん、静岡、富士宮市でしたっけ、うん、はい、あの辺はカラオケとか盛んですよね。盛んですね、本当こっちよりもね、富士市の方が私ね、うん、そう、人気があるから全然盛んですよね。はい、それと小西さんのね、先ほどちょっとの告知させていただきましたけども、はい、YouTube チャンネル、はい、もうゴッドギャンブラー小西で見ていただければ、はい、登録者が随分増えてるということですよね。増えてますね、はい、はい、ありがたいことにですね、はい、こういった、今日のね生放送の様子も、はい、また編集して、はい、早めに、投稿させていただいておりますから、ね、私のライブの模様とか、はい、日賀野さんのね、歌とか、はい、小西ファミリーの、皆さんの、はい、活躍をこうやってね動画にしていただきます。でも427人も見ていただいてますよ中野名曲のまだね、まだまだ、ぜひ皆さん 1000ぐらい見ていただきたいですね。そうですね、ぜひね、まあ、いろんなところにこれからね、うん、まあ、9月になっていろんなところに顔を出してですね、うん、はい、ちょっと広めていきましょう、はいはい、小西さんの力をぜひ、いえいえ、頼りにしておりますので、いえいえ、よろしくお願いします。原さんのやつの原真由美、うん、アメブロ、ほんとね、原真由美ブログ、原真由美ブログ、ブログだと一番最初に出てくると思います、はい、ね、あと演歌原真由美からね、はい、出てくると思います。若い子が原真由美って子がいる、そう、一人ね、いる、はい、若いって言っても昔の若い時に活動してた時なんで、はい、もうその方ももう50過ぎてる方なんです。若い子の写真が出てますよね。そう、若い頃の残ってる、残ってるってこと。なるほど、アイドルだったから残ってるっていうことなんで、今現在活躍中なのは私の原真由美でございます。はい、はい、よろしくお願いいたしますということですね、はい、今日もそうですね、はい、あっという間に、はい、あの外は暑いんでしょうけど、もうスタジオはですね、寒いくらい、はい、あのエアコンが効いておりまして、はい、快適でございますけども、はい、あの10月ぐらいまで暑い日が続くらしいです、ね、え、やだな、はい、ちょっとね、本当にもう天候がね、日本の天候が変わりましたね、うん、で線状降水帯とか言ってますけど、うん、あれスコールですよ、うん、もうね、アジアでもあの暑いとかフィリピンとかあるじゃないですか、うん、あれはもう完璧にスコール、うん、ただね、日本はまあ道路整備とかちゃんとやってるので、うん、土の中に雨が入っていかないじゃないですか、うん、だから道路が川のようになって用水路がもう溢れちゃってるからね。で川が、僕らあの新小町とか住んでますけど、うん、中川と荒川にこう挟まれてるから、うん、これ決壊したらもう大変なことになるんです、うん、だからね、まあ川越あたりは大丈夫ですよ、まあ、川越あたり、まあ、全国各地 ですると、あの大変な被害に遭われているところもたくさんあるみたいなので、はい、まあ、夏は台風がね、あの引き、これから本番ですからね、台風の。そうなんですか。大体そうじゃないですか。で今年はもうでかいやつが
来ると。小さなやつはもうあまり来なくて、大きいやつがバンバンって来ますから、皆さん注意しましょう、ね、だから備えあれば憂いなしというようにね、はい、早め の備えを心がけていただいて、はい、なるべく被害をね、はい、少なくしていただくようにお祈りいたします。ということで、はい、お後がよろしいので、今日も無事、はい、締めが終わりました、はい、また来月皆様にお目にかかりたいと思います、はい、それまでお元気で、はい、ありがとうございました。さよなら。今日もぴったり。